ん、こんにちは。GG、ライダーツーリストです。今日は、愛知県、渥美半島に向かいます。朝、夕はまだ寒いですが、絶好のツーリング日和です。あれ、23号バイパス渋滞。横転してますね。安全運転が第一です。もう一台の参加者マジェスタ150とここで合流です。渥美半島に向け、あれ、スプリン汚いな。23号バイパスを降り、国道259、上田バイパスへ。道路沿いに、菜の花が。42を伊良湖岬に向け着きました。渥美半島菜の花祭り会場、駐車場は無料です。嬉しいですね。おっと、こんな砂利道も MC なら大丈夫。入場は無料ですが、菜の花基金100円。もちろん、気持ちよく寄付しました。全面、キッキ、すごいと綺麗しか声が出ません。3月末まで、4ヘクタールの畑に、約200万本の、菜の花が咲き誇ってます。風でかなり強めに、菜の花が、香ります。そろそろ、お腹が空いたので、ランチ会場へ。先に見えるのは伊良湖岬です。本日のランチ会場、ここ、伊良湖岬、大洋屋さんです。昭和チックな店内です。でも、美味しいですよ。焼き魚定食、840円。今日は、味でした。食後の運動を兼ねて次の観光地へ。日の出の石門展望台へ。ここは隠れた名勝地です。階段を降りると石門へ。
帰りの登りがきついので、パス。景色がいいからといって、あまり身を乗り出さないように。ビビって腰が引けてます。ピースサイン返ってこないな。食後のデザートです。スイーツ&ジェラテリアのバロックさん。どんなに寒くても食べられる。不思議だな。しばらくくねくねを登った先にそれはあります。立ち寄り場所、蔵王山展望台。開放的なトイレが。何を目指す？渥美半島は、自然エネルギー発電所がいっぱい。ご視聴ありがとうございました。また見てね。GG、ライダーツーリストでした。